ジブラルタロックジブラルタ生命保険株式会社は日本に本社を置く外資系の生命保険会社である。アメリカの大手金融資本プルデンシャルファイナンシャルグループの参加にある。ロゴマークのジブラルタロックは米国プルデンシャルと共通のものでデザインの変遷はあるが古くからの歴史がある。地中海のジブラルタル海峡にある岩山をデザインしたもので アズセーフアズザロックという言葉をイメージしている。保険業から創業したプルデンシャルらしいマークである。プルデンシャル、米国本社が2000年に経営破綻した共栄生命保険を実質的に買収し、その事業を承継するために設立された。その経緯から400万件近い顧客を抱え、特に公立学校の教職員、自衛官、商店主などの契約者が多い。 全国組織を持つ団体と多くの提携関係があり、団体が行う共済制度等を引き受けている。また、プレデンシャル・ファイナンシャルの信用力を背景に、財務の健全化に取り組んだ結果、2008年度上期、中間決算で、破綻政府としては、初めて、総資産、保有契約法、個人保険新契約法、保険料収入、基礎利益のすべてで、 前年同時期実績を上回り、破綻生保では最も成功した再生事例と言われている。以後も引き続き好調な決算を行っている。取扱い商品は同業他社とほぼ同一であるが、大半の商品が特約化もバラ売りも可能で取扱い規定上の自在性が高く、顧客への個別設計を行っている。 13ヶ月目の保険契約継続率は2011年3月基準において93.0%で大手5社平均76.3%を大きく上回っており顧客満足度契約の長期継続には特に注力している販売チャンネルはグループ会社プレデンシャル生命保険のライフプランナーモデルを踏襲したライフプランコンサルタントによる直販と 保険代理店による販売チャンネルの大きく2種類で行っている。MDRT 会員数は2016年4月1日現在467名と業界第3位である。2009年には経営破綻したヤマト生命保険株式会社をプルデンシャルが買収し、プルデンシャルファイナンシャルジャパン生命保険へ社名変更。ジブラルタ生命の完全子会社としている。現在は 銀行窓ファンチャネルに特化した営業を行っている。なお、プレデンシャル生命保険とは、同一グループで、ジブラルタ生命の一部保険製品において、募集代理店の委託契約を締結しているが、資本関係はない。2011年2月に、プルデンシャルファイナンシャルが、米、AIG グループから、AIG エジソン生命保険と、AIG スター生命保険を買収し、プルデンシャル参加に移行。 二社は2012年の合併までジブラルタ生命の子会社とされた。また、二社の銀行窓ハンチャネルは子会社で銀行窓ハン業務を専門とするプルデンシャルジブラルタフィナンシャル生命に移管、統合される。2012年1月に AIG h ジソン生命保険と AIG スター生命保険を合併し、新生ジブラルタ生命保険が発足した。この合併により、 日本の破綻政府発射中力者が、ブルデンシャル参加となっている。CM、その岩は、ジブラルタ海峡に位置するジョングヨーコ、ジブラルタル編。ありがとうございます。